とお聞きしたいことがあるんですが、今いいですか？いいですよ。実は学生から面接のやり方について質問されたんですが、私もちょっと分からなくて。わかりました。じゃあ一緒に練習してみましょうか。いいですか？もちろんです。お願いします。失礼します。みずるさん、ノックは一般的には3回ですね。2回はトイレの時ですかね。なるほど、そうだったんですね。もう一度トライさせてください。どうぞどうぞ。失礼します。さっきよりは良くなったんですが、ドアを閉める時には大きな音が出ないように静かに閉めてください。最後まで手を離さない方がいいですよ。こうですか？とても良くなったと思います。では学校名とお名前からお願いします。はい、神奈川国際教育学院から参りました木下哲也と申します。よろしくお願いいたします。はい、少し声が小さいですね。面接官の人によく聞こえるように、もっと大きな声ではっきりと話すようにしてください。わかりました。花壇国際教育学院から参りました木下哲也と申します。よろしくお願いいたします。はい、さっきより良くなったと思いますよ。ありがとうございます。ちなみに、お辞儀の角度はこれくらいでよろしいですか？そうですね、この時にはそれくらいしっかりとお辞儀をした方がいいと思いますよ。なるほど、面接の時にはいろいろ細かなマナーがあるんですね。そうですね、最初は難しいなと感じるかもしれませんが、繰り返して練習をすると自然と覚えるので、あまり失敗しないでください。わかりました。頑張ります。今日の文法は容疑です。容疑にはいくつかの意味がありますが、今日勉強するのは目的を表すときに使う容疑です。無意思動詞の場合は辞書形に、それ以外の動詞は可能形や内形に接続します。否定の時にはないようにという形になります。今回の会話の中では、大きな音がしないように、面接官によく聞こえるようにという2つ出てきました。大きな音をさせないという目的のために、静かにドアを閉める、面接官によく聞こえるという目的のために、大きな声ではっきりと話す。後ろには目的を達成するための動作がきます。皆さんは面接を受けたことがありますか？緊張すると話したいことが話せなくなったり、いつもならしないような失敗をしてしまうことがよくありますね。先生や友達と一緒にたくさん練習をして、細かなマナーを覚えてくださいね。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。この動画で勉強したい語や文法があったらコメント